楽天の三木谷社長は1台であんな大きな会社を作ったのですごいと思うんですが、どう思いますか？もうこれ普通にすごいと思います。はい、1台でね、あそこまでね、会社、大きな会社を作るっていうのは並大抵のものじゃないですよ。本当にすごいと思います。もちろんね、時代もあったと思います。三木谷さんとかね、藤田さんの時っていうのは、インターネットバブルの絶頂期ですかね。はい、だから時代背景の追い風っていうのが絶対あったんですけど、でも、たくさんの人がね、当時ね、その時流に乗っかろうと思って頑張っていったわけで、その中で生き残ったあそこまで大きな会社を作った人たちは本当にすごいなと思います。僕も同じことをやれって言われたらね、やっぱりなかなかできないし、まあ、今でもね、なんだろうな、まあ、あそこまでね、その社会に対してね、コミットできるっていうか、なんかサービスを作ろうっていう思想がすごいと思います。僕なんかもう自分たち、いや、自分の仲間がすげえお金持ちだったらいいかなと思ってやってるんでね、まあ、結果それである程度叶えちゃったから、もうお金じゃなくて、なんていうんですか、こういう風に皆さんね、このファンの方だったりとか視聴者さんと関係を築いて、発信するっていうことが今楽しいんですけどね。まあ、でも僕もね、ああいう事件がなかったら、そっちの道、会社経営者として会社を大きくして日本社会に貢献するって道に走ってたかもしれないです。でも今ではね、別に日本社会に貢献したいっていうよりも、やっぱり、ちょっと価値観がね、あの事件を機に変わりましたね。多分そういう方多いんじゃないですかね。やっぱり一回やられちゃった方ってさ、そういう風に、自分たちや自分たちの周りにね対してコミットしたいなっていう方が多くなるんじゃないかなって思います。はい。